ノートルダムはフランツ・シュミットが1914年に完成させた3幕のオペラ。台本はビクトル・ユーゴーのノートルダム・ドッパリをもとにレオポルト・ウィルクと作曲者が脚色して執筆した。初演は1914年4月1日にウィーン宮廷歌劇場で行われ、ウィーンではたびたび上演されたが、ウィーン以外では滅多に上演されない。しかし、感想曲に限っては、 ドイツやオーストリアでは有名であり、ラジオでも流されている。バイオリンがヘンド蝶々の助走主題を奏した後、変に蝶々になり、ハープを伴って弦が新しい主題を提示して、全合奏に発展する。その後曲は収まり、ハープによる分散和音で第二部に移行する。第二部は、木管と弦が助上的な主題を提示し、変に蝶々と変と蝶々になった後、 ヘンド町長に戻って曲が終わる。三つの動機のうちの二つは、現状より派生されたもので、曲全体が統一されている印象を思わせる。日本初演は1956年7月27日、日比谷公会堂において、エドアルト・シュトラウス2世の式で行われた。フルートに、ピッコロ、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、 トロンボーンさん、ティンパニ、シンバル、タムタム、ハープ、言語部、芸術新調、P23。ありがとうございます。